5月31日、富士の国シャツを PR するファッションショー、富士の国シャツコレクション2019が、県庁本館をステージに開催されました。ファッションショーに先立ち、遠州織物に関わる女性クリエイター7名が知事を表敬訪問。遠州織物に対する思いや取り組みについて懇談しました。ファッションショーでは、県職員や静岡デザイン専門学校等の学生が富士の国シャツの着こなしを披露、会場は大いに盛り上がりました。川勝知事は、この本州のど真ん中、富士の国から富士の国のシャツをクールビズの、ファッションとしてですね、広めていきたいと決意を述べました。地域の特色を生かし、県内で製造販売されている富士の国シャツ、爽やかな着心地が地域に活性化の風を吹き込みます。